ザアーナルドズ、ザアーノルズは日本のロックバンド2017年に結成。仙台市を拠点にライブ活動を行う。同年12月、ファーストデモ CD を会場限定で発売2018年4月に仙台新人類18に出演。セカンドデモ CD4 曲入りをライブ会場にて発売。5月にドラムが脱退。 同時に現在までドラムのハブキが加入する。ガマロックフェス18オーディション最終選考に進出。自身初ワンマンを開催し、サードデモ CD、We Are the Arnolds を発売。12月には、ザ・50回転ズ、ロックロールジェネレーションツアー仙台に、OA として参加。2019年1月仙台放送、カノーが、便利券に出演。 大阪13ファン団子ンの移転に際し、ボーカル安倍が手紙を送ったことから2月に出演する。5月、仙台バードランドにて、初の自主企画ライブを開催。仙台 CATV、ボンボン TV に出演。前年8月より販売のサードデモ CD、We Are the Arnolds を200枚完売。自主レーベル、セアカテレイコア設立。自主制作 PV、19R を公開。 2020年1月11日、ファーストミニアルバム、ナインティーン発売。仙台東口音やスタジオにて、セカンドワンマンライブを行う。仙台、東京、大阪を回る、ナインティーンリリースツアーを観光、ファイナルとして、仙台不倫心にて、自主企画、赤んやないの、を開催。新型コロナウイルスの影響を受けた、ライブハウス、仙台フライングさんを支援する。 コンピレーションアルバム、仙台新人類セーブフォーフライングさんに参加。デジタルシングルを3ヶ月連続配信。第1弾、麦茶第2弾、夕暮れと赤い車第3弾、ラブとニードを配信。デートフムにて、初巻、ラジオ番組、ザ・アナルドズの定前でラブギーがスタート。インディーズバンド配信サイト、X の推薦で、全国6店舗のタワーレコードで1ショートトンミニ、アルバム。 19の販売開始、ありがとうございます。